ここ日本でディズニークルーズを展開いたします。ディズニーランドなどを運営するオリエンタルランドが発表した日本初のディズニークルーズ。およそ1250の客室を備え、乗客およそ4000人が過ごせるクルーズ船はディズニーの世界を味わえる特別な滞在体験が魅力です。船内ではおなじみのキャラクターたちとともにショーやアクティビティを楽しめるのはもちろん、バラエティに富んだ食事やプール、スパやエステ、さらにウォータースライダーまで、まるで一つのクルーズ船の中にパーク全体を抱え込んだかのような、乗船したゲストだけの特別な滞在体験を提供いたします。首都圏の港を発着する2泊から4泊程度の短期航路を中心に検討していて、就航は2028年度を予定しています。みんなでダンスみたいなのとか食事とか、それをなんかミッキーたちとかとできたらすごい魅力的だなって思います。そしてすでに就航されている海外のディズニークルーズを体験したことがあるというディズニー好きの岸本理沙アナウンサーは、ついにですよ、本当に待ち望んでいたって言っても過言じゃないんですけど、それこそ小さい頃に海外でディズニークルーズに乗ったことがあって、その時にもうずっとディズニーの世界なんですよ。もう寝ても覚めてもディズニー。で、朝起きて、でこの窓から外の世界が見えるんです。で、海の上にいるので、その綺麗な海と、でディズニーのこのちょっと島が見えたりして、でワクワクして自分の部屋を出て、そしたらもう全部ディズニー、ずっとディズニー、一日中。ぜひぜひ体験したい、もう一回、何度でも。日本で初めてとなるディズニークルーズの気になる費用やその中身とは。すでに就航している海外でのクルーズ情報や実体験をもとに、その内容に迫ります。さあ、谷原さん、はい、ディズニー好きにとってはもうたまらない事業の発表ということで、ディズニークルーズ、堀池さんが一番ワクワクしてるんじゃない。いや、そうなんですよ、うん、なので、あの岸本アナウンサーが過去に行ったことがあるっていうのは、うん、本当ちょうど先週話したばっかりで、あ、そう、行ってみたいなっていう話があった中での発表だったので、うん、ずっとディズニーなんでしょ。そうですね、食べてもディズニー、はい、一日中ずっとディズニーの世界観に浸りと、それしか入ってこなかったもんね。そうですね、岸本アナウンサー言ってることが、ね、うん、もとにかくそこまでディズニーを堪能できるという今回の事業ですけれど、改めて発表を見ていきたいと思います。日本初となるディズニーの世界観を再現した豪華客船によるクルーズ事業です。ディズニークルーズです、うん、総投資額はおよそ3300億円、船の大きさおよそ14万トン、客室もおよそ1250室を備え、乗客定員はおよそ4000人ということで、本当に大きな規模でのクルーズ と、ちょっとした団地だよね。そうですよね、この写真イメージですけれども、こんな感じということになります。運航開始は2028年度を目指しているということです。当面は首都圏の港を発着する2泊から4泊の短期運航を予定していて、料金は1人10万円から30万円を想定しているということですが、ただ今後将来的には海外への就航も目指していくということになります。これでも10万から30万ちょっと堀池さん、かなりお得な感じしない？ただここは一番多い部屋だということになってくる可能性もあるので、もしかしたらもう少し高いグレードになってくると料金上がってくる可能性もあります、うん、まあ、スイートみたいなのもあるかもしれないし、はい、ただまだ決まっていないところも多いと。ただほら、ディズニーリゾートに行ってさ、はい、まあ、オフィシャルホテルかなんか泊まったら簡単にこんな金額いっちゃうじゃないですか、ですよね。そうなってくると、この船の中でディズニーの世界観体験できるので、これちょっとお得かなというふうに。ずっとディズニーよ。いや、そうですね、一日中ディズニーですけど、目が覚めてもディズニー、はい、でこの船内のコンセプトなんですけれども、こちらになります。朝
目覚めた瞬間から夜眠りにつくまでの間ずっと途切れることのないディズニーの世界ということでまさにずっとディズニーになりますということで、まあ、ディズニーの人気キャラクターとの触れ合いであったり劇場でのミュージカルなどを楽しむことができるということなんですけれどもまだ具体的な内容は明らかにはなっていません。なんかこの人やっぱあれ岸本さんが言ってたこと正しかったんだね。本当ですね。もう本当にキャッチコピー通りの通りまさにこれが楽しめるということで夜寝るまでディズニー、はい、金子さんいかがですかこんな旅。すごいと思います。船自体 そのインテリアというか装飾とか、うん、置いてある備品とかまで、はい、すごいちゃんと楽しみだなと思うのと、ねうん、やっぱりこのディズニーの世界観は、うんまあ、アトラクションが素晴らしいのはもちろんですけどそれを船内でまた体感するとまた特別感があるんだろうなと、うんでもせっかくだから海外行きたいですね、うん、もう世界一周ぐらいしてそうですよねスモールワールドのあのアトラクションの実寸大とかがあればいいですね、はい、おすごいねスモールワールドだけどワールドワールドねビッグワールドですよ、はい、すごいじゃない本当に夢が膨らんでいきますけれども、うん、では実際にどんな世界が待っているのかといいますとすでに海外では5つの船豪華客船でディズニークルーズ運航しているんですよね。いやこれ多分これプールっぽくないこれ小室さん。いやここプールですよね。そのプールしかもミッキーの形してる、うん、そうなのよ。そうね、しかも映像の中ではウォータースライダーがついているものもあったりして、はい、あったね。ありましたね。こんな繋がってたらもうとんでもないですね。あちょっと頑張ろう。5つある中で一番新しくできましたディズニーウィッシュというものになります。で今回日本で就航する客船はこの船を参考にする予定だということです。パックンどうですか実際乗ったことあるんでしょ。あのディズニーはないんですけどクルーズはありますね。あそうであのクルーズを考えるときにディズニーも考えました。で子供がちょっと大きくなりつつあるから、まあ、プリンセスかなと思ってたんだけど、うんはいスターウォーズとか、はい、マーベルユニバースとか、こういうところもタイアップもあるから、はい、ちょっと大きい子も楽しめるなコンテンツもあるんですよ。そういう何マーベル系のキャラクターもいるの、いたりするらしいですよ。先ほどあの映像の中で出てきたのもちらりとあのマーベルのアベンジャーズのアベンジャーズのやつがこう出てきていました。そう、はい、へえそうなんだ、うん、これでも家族で行くとずっとなんか移動時間に取られなくて時間をそうそうもうのんびりできそうだね。はい、あとはそれぞれの寄港地でもそのディズニー系のコンテンツとか遊び方とか用意されてるなら最高ですよね。確かに、うん、もう着いた瞬間から風間さん楽しいどうですか。いやー孫と一緒にまだいないけど最高じゃないですか。まず作らなきゃいけないのか。まあ2028年まだありますから。そうそうそうまだなんとかなるかもしれない。まあでもちょっと東京近郊っていうことだからどこを周遊するのか気になりますよね。いやどこの港を出るのかってすごく気になるんですけど、実はディズニーの世界からディズニーのクルーズ船に乗れたらすげえいいのになって世界でここだけみたいな感じになるから出発がディズニーシーとかだったら海の世界からそのまま見えた面白いなと思いますけど、まあ、どうなっても嬉しいですからね。確かに難しいですけどすごいやるかな。いやでも夢見ちゃいますね。だって総事業費は300億円ですね。これ桟橋で入ってるかもしれない、ね、スプラッシュマウンテンがそのままクルーズに乗ってみたいなアトラクションの一環でここまで大きい船だとでも寄港するのもね結構大型のやっぱ水深もちゃんと必要な場所でもあるから、うん、なかなか東京湾の中でも入れるところって限られてくるとは思うけどね、うんうん、竹芝とかお台場もあるんですか。夢を見ましょうよお願いしますよ。ちょっといつもよりも前髪下げ目にして何言ってんですか柔らかい向きで何行きですか堀池さんどんなところ楽しみしてる。そうですもう本当に世界観というところであとは一つ一つのこうテーマがやはり設定されているということでこの新しく日本で就航するものがどんなテーマなのかというのはちょっと楽しみですし、うん、本当に近い距離であのショーだったりとかグリーティングがあるじゃないですか。確かにですので、まあ、本当にテーマパーク、はい、これに日本用にコンテンツを作り直すんですかねという新しくなってくるんじゃないですか、うん、まだ詳しいことは決まってないと思うんですけど、ね、実はアメリカのディズニーランドとかディズニーワールドを行くと例えば、キャストさんの台本が違ったりして、うん、結構お笑いの要素がたっぷり入ってるんですよ。だからこれもしかしたら漫才スタイルでやったりするかもしれないですよ。それパックの全員チャンスかもしれないですよ。ねえ、ねえ営業使えるよ。営業かけようかな。営業しないで。でも金子さんもお子さんと一緒とかどうですか。ねえだから4年後だから中学生になってますけど、うん、今のお話聞けば、うん、子供でちょっと大きくなっても楽しめるのであれば。うん
まあ、ぜひ行きたいですしね、うん、なんかこれ寄港する場所ってこれから決まるってことですよね。なんか大型客船って結構今、はい、地方創生でね呼び込みたいとかっていうところあるから、うん、地方自治体もそれ、うん、これはって思ったら手を挙げたらいいですけどね、うん、ただまだ首都圏を発着するというところはまだ予定ではあるんですけれども、どこを寄っていくかなどはまだ決まっていないと思うんですよね。いいじゃないですか、ね、これに乗ってそのまま新潟まで帰れたら風間さんも金子さんも、はい、いい帰省ができそうですよ。夢を持った、はい、楽しみ、ね、2028年楽しみです、はい。